はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼビタです。ということで今回は約7年ぶりにフルモデルチェンジを行ったスバル新型レガシーアウトバック、こちらの見積もり編をお届けしていきたいと思います。なんとこれで7代目になるそうです。めちゃめちゃ歴史の深い人気のクロスカントリーモデルになるんですけども、今日はこの新型アウトバックの金額、それから主要装備、メーカーオプション、これらを含めながら私がおすすめするグレード4パターンを見積もりいただいてきましたので、これをご紹介していきたいと思います。まあ実際納期なんかも軽くお話聞いてきましたので、そのあたりの話もしようかなと思っております。グレード展開は X ブレイクとリミテッドの2タイプになります。でこの末尾に EX がつきますから、全グレードアイサイト X がこれ標準装備になってるんですよね。本体価格は X ブレイクが414万7000円、リミテッドが429万円で、これ先代に比べるとどちらも約70万円ほど上がってます。まあアイサイト X、 これをはじめとする他にも 12.31 のフル液晶メーター、 11.61 の大画面のセンターディスプレイ、これもついてきますし、さらに言うと新しくなったプラットフォーム、フルインナーフレーム構造ですよね、これが採用されたりとか、他にも装備レベル向上してますから、まあ値段が上がっちゃうっていうのは仕方ない気もします。ですがちょっと上がりすぎな気もしますよね。そして主要装備見ていきましょう。 X ブレイクに関しては内外装基本的にブラックで仕上げてあると思ってください。フロントグリル、バンパーガード、フォグランプのガーニッシュ、それからドアミラー、ホイール、シャークインアンテナ、これらがブラックコーデになってます。でルーフレールもこれ実は変わっていて、 X ブレイクには定番のラダータイプ、これを採用しています。内装に関してはシートの表皮も変わってます。撥水性のポリウレタンになってますよね。まあこれは多分 X ブレイクっていうことでアクティブに使うことを想定されたマテリアルかなと思います。あと機能面において新型アウトバック全体でいいなと感じたのは、新型レボーグから採用するアレイ式のアダプティブドライビングビーム、これも入ってますよね。そしてマップ表示に対応したフル液晶のメーター、それからセンターディスプレイ、アイセテックス、これらを含む充実の先進安全システム、さらにはステアリングヒーター、これも実は新型レボーグはないんですよ。ですがアウトバックにはついてくるというところで、これも羨ましいです。でも北米仕様にあるシートベンチレーション、これがないのは少し残念に感じました。 X ブレイクのメーカーオプションは3種類になります。ハンズフリーのオープンパワーリアゲート 77,000円、ハーマンカートのサウンドシステム 132,000円、それからサンルーフ、これが11万円となっています。そしてリミテッドに関しては装備内容こんな感じになっていて、金額としては X ブレイクよりも約14万円アップになります。まあその中でいろいろありますけども、大きなところで言うと約8万円のハンズフリーのオープンパワーリアゲート、これが標準装備になるほか、あとはアルミのペダル、それから各部のメッキ加色、これらが追加されるので、まあ金額差っていうのは妥当かなと思います。それからルーフレールも変わっていて、2本のクロスバーがこう内蔵されたタイプになってます。なので使わないときはそれレールにしまえるので、機能性と見た目をこううまく両立しているタイプになっています。あとシート表皮も標準だとファブリックシートになります。でもこれはね、ナッパレザーの質感めちゃめちゃ高いので、ぜひこれはオプションで選んでほしいところです。そしてメイクアップションはこんな感じになっていて、本革シート、これナッパレザーです。タンカラーとブラックカラーが選べます。あとはハーマンカートのサウンドシステム、それからサンルーフというところで3つ用意されています。ボディカラーに関しては全9色のラインナップで、このカラーに関してはどのグレードでも選べますから、そこの縛りがないっていうのはいいかなと思います。有料色はクリスタルホワイトとクリムゾンレッドのメタリック、それから新色、これに関してはブリリアントブロンズ、サファイアブルー、それからオータムグリーンメタリックの3種類になります。パワートレインに関しては CB18 と呼ぶ新型レボーグにも搭載される新エンジンになります。まあダウンサイジングをしながらもスペックアップ、それから燃費の向上、これを両立してますし、さらには低回転域のピックアップ、これめちゃめちゃ良くなってるんですよ。で実際これ私も所有してますけども、そのあたりすごく気に入ってます。駆動方式は AWD ですよね、もうスバルではおなじみです。で定番のシンメトリカル AWD になっていて、走行状態に応じて駆動配分を可変する
アクティブトルクベクタリング、これも装備しています。でトランスミッションはこちらもおなじみのリニアトロニック、ただしこれも新型レヴォーグ同様に改良が入ってますから、おそらくその発進時なんかにギアが滑る感覚っていうのは減ってるはずだと思います。はい、お待たせいたしました。ではここからは実際に新型アウトバックの見積もりを見ながらご紹介していきたいと思います。おすすめ4選になります。結構ねオプションなんかも考えて作ったので、ぜひ参考にしてください。ということでまずは X ブレークのメーカーオプションレス、これで見積もりを作成しました。ということでお支払い総額は453万7825円になりました。結構いきましたよね。新型アウトバックも必要最低限のオプションしかつけてません。それで最も安く乗ろうとすると、まあ、総額約450万円ということなんですけども、実際これ私が買った新型レヴォーグの STI スポーツ EX、 これとほぼほぼ同じ乗り出し金額なんですよ。なのでそう考えたら割安じゃないですか。でも一方で先代に比べるとちょっと割高かなっていう感じもします。まあいろんな意見あると思うんですけども、でもその中でやっぱり装備を見ていくとめちゃめちゃ充実してます。先ほどご紹介したようにアレイ式、いわゆるその LED の数でこう勝負するタイプのアダプティブドライビングビーム入ってますし、マップ表示の対応型のフル液晶なんてまだまだ国産では全然こう浸透してませんよね。そして 11.6 インチのボルボのあの9インチの画面よりも大きい縦型のディスプレイ、そしてもう国内では一番じゃないかなと思うほど性能が優れているアイセテックス、これらも全部ついてくるんですよ。で考えたら、まあ、450万円でこのサイズのクロスカントリーが買えるっていうのは安いかなとは思います。ただ唯一の弱点は北米仕様にあるシートベンチレーションがないこと、これだけかなと思います。ボディカラーは無装飾のクリスタルブラックパールになります。で有料カラーのクリスタルホワイト、これもいいと思うんですけど、今回は最も安くっていうプランを意識したのでタダカラーに設定します。でもね新色のオータムグリーンとかブリリアントブロンズ、これも無装飾なのでそっちもありかなとは思いました。でメーカーオプションは3種類ありますけども、今回は全てレスにしています。ディーラーオプションで選択したのは ETC2.0 の車載機、ドライブレコーダーのフロント、それからフロアマットの3つ。まあもともと 11.6 インチのナビゲーションこれついてますので、そこは嬉しいですよね。でもダイヤトーンとかカロッツェリアっていういわゆるその車外製のナビが好きな方にとってはちょっとね地獄かもしれません。ただ嬉しいのは CD、DVD スロット、これに関してはオプションで設定できます。で金額に関しては約6万円になっていました。初費用に関しては合計で248,430円になっています。で税金保険料の区分で156,770円で、販売初費用の課税分、これがOSS の申請代行費用が33,770円になってます。ちなみに納車費用、これは店舗で受け取る場合は発生しません。そして非課税分の諸費用、飲酒代、それから点検パック、これの合計額が47,970円で、点検パックに関してはもうディーラーさんの話聞いてても大概の方が入ってるっていうことです。で実際に金額自体もそんなにべらぼうに高くないですから、これは入ることをおすすめします。実際点検パックに入った時のメリットってやっぱりメンテナンスをもう販売店に一任できますから、自分でこうかかってくる手間、これを減らせますし、さらに解約すればその使ってない分っていうのはお金返ってくるんですよね。なので入ることをおすすめしたいです。最後のリサイクル関連費用、これが9920円となっていました。ちなみに残価設定ローンで購入した場合、実際頭金を140万弱入れると月々のお支払い額っていうのはだいたい1万8000円ほどで済みます。でボーナスの加算なしっていうパターンだとしてもだいたい4万円くらいで乗れるんですよね。なので高額ローン組んだ時って手数料ちょっともったいなく感じますよね。それは私も今でもちょっと感じる部分ではあるんですけど、でも現金をこうコツコツ貯めて買うよりも早く車をゲットできますから、その所有する喜びっていうのも早く味わえますよね。だから私は、まあ、残価設定でも一括でもいいと思うんですけども、その喜びを早く味わえるっていうところに残価設定ローンの魅力はあるかなと思います。ちなみにですけども残価率、これ3年で約 50% になっていました。
はい、次は X ブレイクの2パターン目になります。こちらはフルオプションで取りました。でもね、意外と月々のお支払い額変わらないんですよ。ということでお支払い総額は486万2025円になりました。でフルオプションで総額486万円です。なのでディーラーオプションさえこれ増やさなければもうこれ以上の金額にはなりません。で実際にさっきのレス仕様よりも30万円くらい高いんですけども、これね残価設定ローンで見ると月々1000円くらいしか変わらないんですよ。なのでやっぱフルオプションで買ってもいいかなという感じはしますよね。ただまあ実際は頭金が10万円ほど増えていたり、あとボーナス加算これも高くなってるんですけどね。ということで、まあ、内外装に関しては先ほどと同じです。 X ブレイクらしくブラックコーディネートされてますし、シート表皮も同じく撥水のポリウレタンで防水性を重視してあります。で機能面なんかももちろん同じです。ボディカラーは無装飾のストームグレーメタリック。これもねレヴォーグの納車でお世話になった担当さんに見積もりこれもらったんですけども、すっげーいいカラーだよっていう風に聞いたので今回これにしてみました。メイクアプションに関してはハンズフリーのオープンパワーリアゲート77,000円、ハーマンカートンサウンドシステム132,000円、サンルーフの110,000円で、これフルオプションになります。ここで注意したいのはハーマンカートンはハンズフリーのパワーリアゲートとセットオプションになります。でサンルーフはハーマンカートンとセットオプションなんですよ。私の本音を言うとすればサンルーフとハンズフリーのパワーリアゲートこれだけつけたかったんですよ。でもそれができないんです。そのパターンだと強制的にハーマンカートンもついてくるんですよね。しかもハーマンカートン13万円高いです。まあいいサウンドシステムではあるんですけども、でもねもうちょっとこうオプションの自由度っていうのを聞かせてほしいかなとは思いました。でディーラーオプションに関しては ETC2.0 の車載機、それからドライブレコーダーのフロント、そしてフロアマットの3点セットになります。これはさっきと一緒ですね。それから諸費用の項目ですけども、これも税金保険料販売諸費用の項目で唯一変わってるのは環境性能割だけになります。これが73,000円で若干上がってます。ということで残価設定で買う場合頭金は146万入れたケースで月々のお支払い額は19,900円になります。でボーナス加算なしの場合でも月々44,000円で購入できます。なのでそんなに目立ってこう違わないかなという印象ですよね。ただ残価設定気をつけたいのは走行距離の頭打ちの距離、これ決められてます。あと傷とか汚れがこう手放す際にあったらそれ減点されますので、まあ、そのあたり詳しく知りたいという方は販売店にぜひお問い合わせください。といった形で X ブレイクの2パターンをご紹介してきました。なのでここからはリミテッドの2パターンご紹介していきたいと思います。まずは先ほどの1パターン目と同じくオプションレス、これで見積もりをいただいてきました。ということでお支払い総額は468万3225円になりました。リミテッドを最も安く乗ろうと思うと総額468万円になります。 X ブレイクとの本体価格差、これが14万円なんですよ。なのでまあそのまま丸々乗っかったっていう形ですよね。でもちろん先代のリミテッドに比べると高くなってます。でもさっきからもずっと口酸っぱく言ってるように装備レベルが上がってますから仕方ない一面もあるんですよ。でリミテッドに関してはこれ重要です。オプションでナッパレザーシートに変更できるんです。でも18万円っていう結構高額なオプションになるんですよ。でもね事前撮影会で実際このナッパの質感触れてきた私からするとこれはねつけるべきオプションなんですよ。じゃあこの見積もりにも入れろよっていう話なんですけど、今回は最安プランで組みたかったっていうところがありますからこの見積もりでは外してます。ボディカラーは新色かつ無装飾のブリリアントブロンズメタリック。これも実際にリミテッド撮影会で見た色がこれだったんですけども、フラッグシップらしい風格とおしとやかな雰囲気、これをねうまく醸し出すいい色だったなと思います。メイクオプションに関しては3種類ありますけども今回の見積もりは全て入れてません。でディーラーオプションも同じく ETC2.0 の車載機、ドライブレコーダーのフロント、それからフロアマットの3点セット、これも一緒です。諸費用の項目も唯一変わってるのは環境性能割、これが72,000円になってます。環境性能割は車両の取得価格、これに基づいて計算されますからここが唯一変わるポイントなんですよね。ということで残価設定ローンで購入した場合は
頭金140万ちょっと入れたケースで月々のお支払い額が約1万9000円になります。なので X ブレイクのフルオプよりは若干安いという形になってます。でボーナスの加算なしのケースで月々の支払い額は4万2000円になります。さあラストはリミテッドのフルオプションになります。私が買うんだったら間違いなくこれです。で販売店オプションは控えめにしてます。ということでお支払い総額は510万8025円になりました。リミテッドのフルオプ仕様で500万円を超えてきました。このね500っていう数字結構インパクトありますよね。実際残価設定で組んじゃうとそこまで変わらないんですけども、数字のインパクトは抜群です。ということでもう先ほどもご紹介しましたけども、私が新型アートバッグ買うんだったらもう間違いなくこれにします。柔らかくて上質なナッパレザーを鮮やかなタンカラーでコーディネートしますよね。で臨場感あふれるハーマンカートンをこう全身で味わうと、そしてナイトドライブでふと上に視線をやるともうそこにはサンルーフがあって、その間から星空が広がる、もうこんな優雅なライフスタイルを送りたいなと想像しながらこの見積もりを作っていただきました。ということでボディカラーはこちらも新色かつ無小色のオータムグリーンメタリックになります。これもいい色でした。メイクアップションはナッパレザーの本革シート、ハーマンカートンのサウンドシステム、それからサンルーフ、この3種類これを全て入れてます。で X ブレイクと一緒なんですけども、ハーマンカートンは本革シートとセットオプションになります。でサンルーフはハーマンカートンとセットオプションなんですよ。ですから本音を言うとやっぱり本革シートとサンルーフだけをつけたいんです。でもそれが生産工程の都合上おそらく絞ってると思うんですけども、まあできないというところなんですよね。ディーラーオプションは ETC2.0 の車載機、ドライブレコーダーのフロント、それからフロアマットの3点セットになります。初費用の項目もほぼ全て一緒で、唯一変わってるのは環境性能割、これが7万7000円にアップしています。で残価設定ローンのケースだと頭金153万円入れた場合で月々の支払額は2万800円になります。まあこれならいけるじゃんっていう感じなんですけども、実際にボーナスの加算なしのケースでも4万6000円のお支払いで済みます。はい、ということで今回はスバル新型アウトバッグの見積もりおすすめ4パターンを紹介してきました。このねアウトバッグ発売日が2021年の10月と言われてます。ただ予約自体はもう9月の2日から始まってますので、欲しい方はぜひディーラーさんへ行ってください。でスバルさんもこう半導体不足の影響は少なからず受けてますから、納期長期化っていうのが見込まれてます。でこのアウトバッグに関しては、まあ、早くて3ヶ月くらいかなというふうには聞いてます。早くてなので、まあ、これからどんどんオーダーが入ればもっと遅くなるでしょうし、オプションとか仕様によってはもっと伸びちゃうっていう可能性もありますから、そのあたりはぜひディーラーさんにご相談ください。ということでスバル新型アウトバッグ見積もり編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。